DeNA 甲子園でも勝てるんです。石田はようやっとる。甲子園で一つ勝てた。東田のヒーローこと健太、宝石のような石田健太。昨日の流れでよう踏ん張った、塩を打ったわ。こう見ると3試合全部取れてもおかしくなかったな。3立て回避やない、9立て回避や。山本とのバッテリー相性ええんかな。今日は石田よくやったわ。この調子で信用取り戻せせ。最後の海老名よかったよな。ランナー毎回出る投球は心臓に悪いわね。石田、お前ら俺に何か言うことあるよな。ナイスバッティング。石田健太さん、5回無失点&2打点。全体的に打線も調子の底は抜け出した感じでええわ。佐野もようやくライナー上がり出したし、牧も候補長打マンやし。最近3周回って山安が一番安心できるかもしれん。同点だと出てこないっぽいし。これから石田と山本でやってくんかな。牧もホームランで出してよかった。まさかバウアーが負けて石田が勝つとはな。甲子園で勝つのいつぶりや。ラストワンって明日の何時発表？三浦が期待した石田の打撃。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。